やられたぜやられたぜ。今日13日の金やったね。じゃあみんなジェイソン見よう一緒に。定時迎えました。こんばんは、お疲れ様でした。よく頑張ります。おつたまさんやっほー、やめてやっほー。ね、ほら全然個人ルームだとさ白くない。よかった。光のつ、え、何も変えてないの。位置も変えてない。5時を迎えたら沈んだのかも日が。え、全然平気なんだけど、何もみなぞりまごっこできなくなっちゃった。ジェイさん見てる。おー、うまい。チョコレート1個あげたいぐらい。ジェイさんです。これはチェーンソーをこうウィンウィンってやってる仕草。自然光も定時ダッシュかね。全然平気なんだけど。全然平気。よかった。まあそんな感じで、個人ルームはもう本当今出なきゃいけないから15分だけやって今日は終わりにしますか。許してにゃん。まあね、そういつも公式ルームをした後に個人ルームを配信するじゃん。なんか話題あったっけなってなる。個人ルーム再びこんばんざい、こんばんざい。 あったあった。個人ルームじゃなくて話題。ジェジェチって何よ。可愛い猫ちゃんですね。そう聞いてよ、欲しいこれは許してよかった。お星様ありがとう。散々あれよ、何チェーンソー、あ、ジェイソンはチェーンソー使っ、え、そうなの。ももち、あ、そういうことね。ジェジェチ髪の毛をこうしないとね。そう髪の毛なんだが、散々この間さ、もう切っちゃうからねプンみたいなことを言ったじゃんか。まあ見てわかる通りさ、まだ切ってないんですよ。ほんと髪の毛茶色くなっちゃってすごく嫌なんだが、髪の毛をまだ切ってないのですね。長くなったよね。そうでも切ってないんですけど髪の毛切りに行く。そう今髪の毛切りに行く。次のオンライン楽市だくざではもう短くなってるから、なんだっけなんだっけなってるから、この間の制服の時だの時にが髪の毛長いのはラストだったねとか散々煽りましたが、ここで大変大変申し訳ないのですが、次のオンライン楽市だけどはこの長さでございます。申し訳ございませんでした。ライブ中にさすがにライブ中に短くなることもないければ、1部と2部の間で短くなってることもないけど、結構ね、結構伸びたの。これ伝わるかな。ここまであるんだよ。そうなんだけどまあまあそんなこともある。そういう人本当にもう短、なんなら今日切ってるぐらいかなと思ったんだけどが、そう諸事情があるんですよね。いろいろあるのです。急な謝罪が。そうそう、女の子すごい切ったっていうの全然嘘でしょ。でもさすがに今回はほんとこのぐらいになると思うからわかると思う。このぐらい、このぐらい。なんかでもなんか最近ね、切るって言ったものなんかあんまり似合わないんじゃないか説が出てきたのよ実は
そう、諸事情が、まあ事情がありまして、来週ぐらいには短くなる。いや、すぐやないかいって思うかもしれないけど、来週看板材、いや、そう、ロングしっかり目に、そうなので、このロングというか、まあロングという長さまではいってないかもしれないが、この長さは次のオンライン13とあれ10もう1回やったよねぐらいまでね、あと2回ぐらいの楽市楽座ではこれだけど、次の楽市楽座では多分もうさすがに短くなっています。仕事終わった、お疲れ様、グループ塗って髪切れない、そう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 、すぐやね、そう、すぐやねかーいっていういや切るんかーいっていうね、いや切るんだが、そう、次と次次次とその次ぐらいまではこの長さなので、だから逆に遊んでやろうと思いまして、もしかしたらさ、次のオンライン楽市楽座ではさ、もうこんなことしちゃってるかもしれない。こんなことをしちゃうかもしれない調子に乗って 切る前に、なんか高いツインテールとかはできなくなるから、まあ年齢的にもね、そろそろきついんですよね。なのでするかもしれないかも、だからね、いや、してないやないかいってなんないね。高めツインカーをするかもしれない、したいなという気持ちは自分であるけど、でもそんなのね、わからない。ロングラッシュの時、そう、ぜひ残して、ボブも好きなので、どの長さでも、そう、まあ人はね、髪が伸びるので。お日様ありがとう。グループの方針でショート固定されてる子いて伸ばしたいって、え、それはきつい、しんどいな。フロントポニーテール、フロントポニーテールってツイン、ええな、巻き巻きツイン、ちょっと赤髪にしてこないと、ジリ、もうポニーテールになっちゃうんじゃないかっていうぐらいこう上げていくよとりあえず全力でスクショしましたわかんないけどね、したいなっていう気持ちはある、切る前に。ツインテール楽しみ、みんな意外に好きなのね、20丸歳だけど。ツインスクショ恵んでくださいまあそう、だからね、明日もライブもこの長さだよっていう。藤崎しおりの足軽ジャパン衣装、これが最後って3回くらいチェキ取ったことあるから何回下げられても大丈夫、よかった。上げてくよがハゲてっけよに聞くハゲてくよはしんどい、高めに作りすぎた頭の、そう、ここら辺でやって、いや、それポニーテールやないかいっていうツッコミ待ちかも。俺もツインしようかなみんなもこならできるよ、こうやってほどいてファッサーも見れなくなるのか、そうよ、あのファッサーゲー、ファッサーゲーって何、そんなことやったことあったっけまあ今ね、ゴムないからこんなことやってもさ、ね、長さ違くない、全然釣り目になる、こうやってやると。高めのポニテで髪を前に、え、待って、こういうこと、お侍さんみたいってこと想像以上だった。ジェリースケカチヒロとありがとう。まあね、あと楽しんでいこうじゃないかっていう、なんかご要望があればぜひツイッターまで。低画質のままですが出たジリア配信低画質スクショしました。まあまあいいお知らせなのではないでしょうかそんな感じが言いたかった。全力でスクショした人のスク、出たよそれ、
もうお侍さんというよりあでもお相撲さんはジリ好きだからまあまあ輸出するか輸出するか。全力でしました。泥棒してそっから明日はオンライン楽市楽座がお昼と夜にあって4時50分からライブ配信があります。アイドルライブジャパン、ぜひお待ちしてます。スクショいたした。いつも 20% ぐらいの力でしか、どういうことか、ほえほえみたいな手の力がほえほえ。スクショ、タチさんこんばんざいですね。多分そんな感じかな。その話がしたかった。謝罪会見終わったからな。どうしよう。今の口は無意識でした。無意識だからさ、いつのか分かんないんだけど、本当に言って今です。雨降ってきて、マジンガー Z もうやだかさ、 60% ぐらいの平均点の、あーちょいぐらいか。今は運転中、気をつけて、事故しないで。今日一職場で集中して祝祝しました、体験しました、お疲れ様です。いいね、みんなお仕事終わりか、気をつけてセブン来ました。セブンイレブンのアイスって何があったっけ。だって最近ほんと毎日アイスやめたんだよ。えらいと褒めてほしい。あ、チョコミントいいね、今から頑張るわよ、お仕事頑張れ。ブラックのような感じがしてしまうが頑張れ。えらい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 。各種コンビニのアイス覚えてるんか。覚えてない覚えてないけど、でもあれが飲みたい、チョコミントフラッペ。すごいえらいって言った、棒読みのすごいえらい。どうしたら月が伝わる。伝わってるよ。ラブチョコミント嫌いすぎるそうなの、好きかと思ったよ。ガリガリ君ならカロリー低いんじゃないですか。あ、そういうこと。え、でも甘いのが好きなんだよね、ジリ。あ、えらい、それは棒読み感ないね、えらい。なんかおすすめあれば買います。待って、セブンの記憶を思い出す。いや、どのねコンビニにどれがあったか思い出せない。ササさんもチョコミント、チョコミント言うけど前も嫌いだからいつも真顔で真顔でショック味わえるな。おすごいじゃん、えらいちょっと腹立つな、それ。チョコミント T シャツ着てる。あ、そうなの。じゃあ譲りたまえ。ないね、何があるんだろう。逆にセブンってあんまアイスの種類多いイメージない。褒めるのは棒読み感になりがちだからね。すごいって褒めて。ただ水色ってだけで着てたそういうことね。アイスはローソンって感じする。もう正直コンビニどこがどこだかあんま分かんない。昼間作ってアイス食べたい。え、分かる。ジリも我慢した、グッとグッとこらえたアイスは断然せばあれでしょ、なんだっけ、チョコがぎっしりなんとかかんとかの棒のやつでしょ。アイス食べたくなった。いや、それな、セブンのいちごアイス美味しい。あ、このやつ、ちょっと高めのやつ。つーちゃんこんにちは、こんばんは、こんばんざい。今あるか知らんけど金シリーズの、え、ちょっと高めのやつじゃん。チョコミント、え、待って、今日の配信者チョコミント嫌いな人多い、バトルしようぜ。15分、あ、ありがとう。ということでね、ジリはもうお家を出なければいけないので、みんなも一緒に今日残りの一日も頑張ろう。ハイチョアイスって、
マジ？棒読みじゃなくて、棒読みじゃない、チョコミント選ばないで。ちょっとみんなライバルすごい。パルムのいちごチョコ版見て、それは食べたことない。配信者は、あ、そうか、配信者は私、何？傍観者？傍観者は違うか。セブンのソフトクリーム、あ、この間ちょっと急ぎすぎてやばい。この間ちょっと高めのね、食べたよ。バイバイ、ありがとう、お疲れ様でした。ありがとう、チョコミント、あ、いた、おとたまさん味方だ。チョコミントバトル嫌いな人の方が多そう。あ、チョコミントいたじゃん。おつ、ありがとう。目の前にセブンティーワン、いいじゃん、それチョコミント買って、それかチョコのちょっと高いやつ。チョコミントいいよね。我々は傍観者じゃない、間違えた犯罪みたいになっちゃう、ちょないだって言っちゃった、間違えた、今急いでた。おつ、ありがとう。ではみんな買い食いしちゃダメよ。分かった、一個ぐらい許して傍観者でしたありがとう傍観者の皆さん、無事勝ちました。傍観するのありがとう、みんな1から2リットル、あー、それは最高、公式たい。じゃあみんなね、公式からの個人で毎日ありがとうございました。では行ってきたいと思います。バイバイ、いつもありがとう。今日は13日の金曜日でした。バイバーイ。